今日は、教材ということでガレージバンドを使っている方に、ガレージバンドを使ってガレージバンドとスプライスの音源を使ってね、動画をちょっと作ってみたいと思います。なんかどちらかというと YouTube に上げてるんですけど、 YouTube の方にも見てもらいつつ、ほぼ特定の人に向けた内容となっております。その点をご了承いただき、まあちょっとロジックを使ってる人から見てのガレージバンドの使いづらさみたいなところもありつつ、ガレージバンドの中だけでどうやって曲を編曲していけばいいのかというのを、やっていきたいと思います。まず私が基本的に使ってるのがね、スプライスじゃない、ロジックを使ってるんですよ。で、ロジックを使ってると、どうしても、なんていうんですかね、ロジックに慣れてしまうとね、めちゃくちゃ簡単なことでも、ガレージバンドだとちょっと難しかったりすることがあるので、スプライスのループ音源を使って作曲をガレージバンドでしたい場合に、結構なんていうのかな、ロジックユーザーからするともうめんどくさいなっていうこともあるんですけど、そこをなんていうのかな、簡単にできるようなチュートリアルをちょっとしていきたいと思います。で、本当はそのプロジェクトファイルを作って、そのプロジェクトファイルを渡した上でそれを開いてもらってみればいいじゃんと思ってたんだけど、プロジェクトファイルの中では収まりきれないような情報があったりしたので、ちょっとやっていこうかなと、動画にて。例えばループ音源使う場合ってこうやって置くじゃん。今対して何のループなのか全然確認してないんだけど、すんごい分かりづらい音源拾っちゃった。もっと分かりやすいドラムを、じゃあこの多分トラップでしょ、トラップっぽいのを置きますと。うん、トラップですな。で、スプライスの音源ってちゃんとループができるように綺麗に頭とお尻綺麗に切られているので、これで 140bpm って書いてあるじゃない、ここに。で、 140bpm に書いてあるってことは、ここを100に140にすればいいじゃないね。そうするとこう揃う。まあこれは普通なんだけど、例えば140bpm じゃなくて130BPM ぐらいにしたいよねみたいな時あるでしょ。そうするとここがほら拍が合わなくなってしまうっていうのがよくあると思うんですが、今やったこのフレックスタイムっていうのをやってしまうと、ロジックの場合だとここ波形を端っこに寄せてあげちゃえば、ちょっとメトロノームつけますか。これで 130bpm になっちゃうんですよ。拍合ってねえな。あ、そっかそっか。8だからこっちか。はい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 。これで合うはず。ね。130bpm になりましたね。で、この、フレックスタイム。やっている状態であれば、もうここを例えばもう極端にもう 60bpm にしたとて、ピッチ変わ、あ、ピッチじゃないな、拍は変わらず、こういう風にうまいことやってくれるわけですよ。で、これができると何がいいかっていうと、例えばドラムだけじゃなくてループで上物をこう乗っけたいなと。で、このなんかなんちゃらピアノループってやつ、ここに置くじゃないですか。
そうするとこれもともとは 80bpm なわけ。 80bpm なので、ガレージバンドでやるとさ、こうやって置いた場合だと 80bpm にここをするじゃないね。そうするとこのループ自体はこのように拍がしっかり合った状態になると、でもそもそもそんなことする必要なくて、こっちもフレックスピッチにしちゃえばいいんですよ。でそうすると要はこの 80bpm になってる状態からこうぐーっと伸ばして、なんだったらこのトラップの140の方に合わせてしまえば、その上物自体もあのビートはキープしたまんま、はい、これがねロジックのピッチの合わせ方です。すんごい簡単で、基本的に私ロジックを使ってるもので、ガレージバンドで教材を作るよってちょっと軽口を叩いてやってみたものの、ガレージバンドでこれをやるとなるとめちゃくちゃ大変なことが分かって、でちょっとそっから説明していこうかなと思っております。とりあえず、フルスクリーン解除してガレージバンド開いてみましょうか。ガレージバンドを開いてみました。もう今その初期設定の、ところの何も画面に何もない状態ですね。で、さっきのピアノループと同じものをじゃあここに置いてみましょう。テイ、これもねあのスプライスのブラウザあるんですけども、ここからドラッグアンドドロップでできるので、スプライスは本当に便利で、こうやって置くじゃない。置いてこの 80bpm 合わせるでしょ。そうすればまあ要はこの状態でループをつなげていけば、こうやったところでずっとビートがずれないわけ。まあずれないですよね。でここは問題じゃなくて、例えばそのさっきやったようにトラップのこのビートを乗っけちゃいましょう。ドン、こうやった時にさ、どうしてもさこれ 140bpm のドラム音源なので合わないじゃん。で合わすためにはどうするかっていうと、まず今 80bpm のトラックの設定にしてます。で 80bpm にした時に 80bpm の上ネタ置くじゃん。置いたこれをループ状態でもできるのかどうか分かんないんだけど、ちょっと不安なんでこうやりますね。でこの状態でループライブラリに追加というのをやりましょう。これは何かというと、アップルループってもともと入ってるような自動的に曲のテンポに合わせてくれる形式で保存するって形なんですよ。でここにスケールやらメジャーやらいろいろ出てきます。これはここのトラックの名前をちゃんと入れないと後々めんどくさいことになるので、
これかな。あ、わかんなくなっちゃうから見よう。A シャープマイナーですね。A シャープマイナーの 80bpm で、 80bpm を設定するときにはトラックを 80bpm のテンポに設定してあげた上でループライブラに追加で、 A シャープ A シャープないね、A シャープってどっちだったっけな。シャープだから上だから、メジャーで言うと A の、G のシャープ、 A、B フラットのことかな。うん、違ったらすいません。俺もね、理論的なものは実はよく分かっていないんですよ。そんなね、そんな初心者ロジッカーのやつなんで、ちょっと見てみてください。キーボード、これピアノですね。で、歪んだ感じ、これはもう感覚で結構です。暗い、ウェットみたいな感じで、自分で分かりやすいように目次つけるだけなので。でここで一応入れますね。そうするとこの音源自体が自分用のアップルループになるということです。で今度こっちビートね、こっちミュートして、これも、140bpm であれば、ここ 140bpm にまずします。はい、しました。でトラックを選択してループライブラリに。でドラムに関してはまあキーなんてねえようなもんなんで、まあどちらでもないとか、まあ分かりよければ何でもいいです。エレクトロなのか、このジャンルの中にはあればないけど、まあ、ヒップホップにしときましょうねみたいな、分かればいいです。エレクトリックビーツで、何しようね。無機質、機械的、こんな感じかな。でここで重要なのが、 BPM とかさっきの設定したやつを間違えないようにねしてください。なぜかというとですね、ここに先ほど作った自分のループが入るわけなんですよ。で今作ったのこれ、この2つですね多分。でこの2つ、私もこの上にあるやつでいろいろ試してみたんだけど、入れられるんですよこの方法で、ここにね。ただ入れられてもね、消し方が分かんなくて私もね結構なんだろう、 DTM ソフトとかって、あ、ここのトラック今入れちゃったもんで、パソコンの中にも移動してるんでね、消しちゃってもいいっす。分かる方なんですけど、この消し方は分かんなかった。でここに自分用のアップルループが入りましたよと、これを持ってきますよと。そうすると今 140bpm、 まあ普通じゃん 140bpm。 じゃあこれさ、101.2%にしましょうか。まあ 102% じゃなくてもいいんだけど、説明しやすいようにこう波数的な数字を。128にしてもこのオーディオ波形がずれてないでしょ、ぴったりになったまんま。そうするとこういう風に128になってくれるわけ。要はこのトラックの、プロジェクトのテンポに合ってくれる、勝手に。なのでこれと同じで、これかな、さっき作ったこのループをここに置いてあげるだけで、この BPM はもともと 70bpm だったのに、ここに置くだけで128に直してくれるのよ。これが、自分のループの使い方です。こうやって2つ重ねるだけで、BPM が沿った
ものができるので、ガレージバンドでこう、ガレージバンドってさ BPM を合わせるのすごくめんどくさいのよ。っていうか私がこうあんまりガレージバンド触ったことないから分かんないで、なんか実はそういう機能があるだけかもしれないけど、この機能を使わなきゃ BPM 揃えらんない気がするんだよね、ループ音源ので。これをやるとこうなります。ちゃんと 128bpm 用になりましたね。ただ今ここ2分の1になってるね。俺も初めて見たんだけど、2分の1ってどうやって直すんだろうね。フレックス、なんか知らんけどフレックスを押したら2分の1が直りましたよ。その辺はね探り探りです。いや頑張ろう、頑張っていきましょう。まあこれで要は2分の1じゃなくなったと。でフレックスを切ると1本になると、なぜかは知りませんなぜかは知らんけど、これで BPM 合わせましょう。でもう本当に今回簡易的な説明になるので、ここをちょっとループさせていただいて、各トラックのエフェクトとマスターエフェクトだけ説明して終わりにしましょう。トラックにはこのトラックとリージョンっていうのがボタンありますね、編集ウィンドウの方で。で、俺もね、触ってみたんだけどね、ガレージバンドってすごく分かりづらい、分かりやすいようで分かりづらい作りになってると思いますね。で、トラックの方見るとさ、ピッチ補正があって、俺がいじりたいものがないんだよな。で、どこにあんのかな、このハサミじゃなくてこのノブの方だな。ノブの方を開くとこうプラグインがコンプレッサーとイコライザーがついてるわけよ。でイコライザーもう本当に初心者のためにやってるので、もう知ってるよって方もいるかと思いますけども、イコライザー要はその高音低音中音の部分をどのぐらいの音量で再生しますかっていうものです。でもう元々これがさ刺さってるじゃない、コンプレッサーチャンネルイコライザーで、なんで入ってるかっていうと、もうガレージバンドって結構初心者のために作られてるものなので、基本的にみんな使うものを最初に入れといてあげてますよってことなんですよ。でこのねマスターエコー、マスターリバーブっていうのも、なんていうのかな、普通になんかこうロジックとかでよく使うものだと、なんていうの、バスエフェクトみたいな表記、なんていうんだろう、エフェクトって直接かける方法といろんなトラックあるじゃない。例えばこのサウスサイドとなんかを全部そのエフェクトの系統に一回入れて、そのエフェクトをかかった音声を元の音とどのぐらい混ぜますかっていうのが、まあできるわけですよ。ルーティング、音のこう、まあアナログで言うとケーブルの抜き差しのその回路を作ることでできるんだけど、それがもともと入ってるわけ。すんごいわかりづらいでしょ。これはね俺の説明の仕方が良くないからなんだけどさ。でこれマスターエコーとかをかけると、まあでももう特に気にしないんだったらもうこれでいいと思うけどね。個人的にはもう
今の CPU というかパソコンのスペックがすごく上がってきてるので、個別にあのエコーとかリバーブかけちゃってもいいと思うんだよね。そうそう、そういう時はこのプラグインで、コンプレッサーももともと入ってるじゃない。これよ、これ、これがコンプレッサーなわけですよ。俺はね、ロジックからガレージバンドをいじって、ここがびっくりしました。なぜかっていうと、コンプレッサーの数値しかないじゃない。で、実際、正直言って分かってる人が見ればこれでもいいんですよ。うん、コンプレッサーのスレッショルドとレシオとアタックゲイン。まあこれがもう最低限のコンプレッサーの構造なんだけど、これをさ、こうやってノブでいじってみて、あ、そうそう、これも説明するの忘れてた。ここのコントロールパネルで、ここにもともと入ってるチャンネルイコライザーとコンプレッサーを2つ1つにしたエフェクターのノブになってます。そう、こんなことする必要ないのよ実はイコライザーはイコライザーのパネル、コンプレッサーはコンプレッサーのパネルの方が分かりやすいの実は。で、ここのレシオとかのノブ自体はここに入ってないわけ。要はもうレシオはあんまいじんなくていいから、コンプレッサーのスレッショルドだけここでいじってねみたいな設定になって、あ、ゲインも上がるんだこれ。まあでもこれでもいいよ言ってることが前後しますが、まあそこをね、音聞きながらなんかいい感じに聞いてほしいっていうのと、でまあこれはね、もう感覚で適当に聞きながらやってみるといいと思います。超投げやりで、なんでこれが分かりづらいかっていう説明ね。これね、これね、これがなんで分かりづらいかっていうと、ロジックとかのコンプレッサーって一つ一つこういう風な、こういう風なノブの、なんていうの、コントロールパネルがあるわけですよ。要はもう本当に機材を模したようなユーザーインターフェースになってんの。それに対してガレージバンドだとこれなので、ちょっとなんていうの、簡単にここで作られてはいるけど、もうちょっと作り込みたいよっていう人には、機材のことわからないとこのノブ、このスライダーだけでちょっとね、わかりづらいので、なんか機材のことも勉強したいなっていう感じがあれば、ロジックに移行するのもありかなと。あとこの、これね、ループライブラリに追加していく作業がめんどくさいんであれば、ロジックだったらそんなこと必要ないよっていう。あとはここに、まあ私の場合ちょっとめちゃくちゃいろんな他社プラグインがいっぱいあるんですけど、こういうのとか挿したりして、エフェクトをちょっと調整していくと。で、これマスターにもありますね。これもね、多分コンプレッサーとか、これ基本的な、あの、私がロジックで曲をマスタリングするというか、ミックスダウンするときにも使うようなエフェクターがここに簡単に並んでるというのことです。これの、どういうふうにしたらどうなるかっていう説明はちょっとめちゃくちゃ長くなっちゃうからしないけど、ここに OTT とかね、フリープラグインの方を挿して、このデプスをいい感じのところまでやると、いいんじゃないみたいな。とりあえず今回はあれなんで、まあ、のメインとしてはループライブラリに追加の仕方をしたかっただけなんで、こんな感じかな。これができてしまえば、もうあとはね、ループ並べていくだけで、あの拍はぴっちり合うんで、ここが多分ね、ガレージバンドビギナーの方がいじると、なんだこれって、こういうことできないのかなってなるとこ、できないのかなっていうのは、なんつうのかな、ガレージバンドとロジックの差別化のために多分できないようにしてるんだと思うけど、まあ一応ループライブラリーを自分で作っているような形を取ればできますよと。
まあそんな感じで気が向いた時に続々とこんな感じやっていきたいと思います。以上だね。